鈴鹿さん、うん、お話ししていきません。いいヘリの前に。ヘリ乗る前にちょっとここで、いや大切なこと伝えたくて。ね。何もないですそんなものは。ちょっとね、旦那さんのこととか忘れてさ。旦那さんもあんまり文句は。ね、僕と一緒に遭難しましょうよ。ね。ただよ。この状況楽しんでるんでしょ？楽しんでないよ。何も楽しんでないよ。水さんがね、うん、追っかけてきながらね、鈴鹿さん、旦那さんのことなんか忘れて僕とお話ししていきましょうよって言うんだよ。全部聞こえた、全部聞こえた。ちょっと面白すぎ。ただのフッチャだ。ヒントだよこれは。立ち止まってくれなかった。おかしいな。